私はパニコ。夫の正弘とは結婚して2年目です。正弘は中小企業に勤務していて、社員の人数がそんなに多くないことから、会社内でイベントや親睦会をすることもちょくちょくあるんです。そんなある日のこと、仕事から帰ってきた正弘が会社で花見があると言っていました。花見？そう、会社の同僚たちと花見をすることになったんだ。そうなんだ、いいね、楽しそう。何着ていこっかな。は？何言ってんの？今回は私も一緒に行こうかなって思って。なんでお前が来るんだよ、会社の花見だぞ。俺たち同僚だけに決まってるだろう。一緒に行きたいな。来るなって。でも前回の親睦会は同僚の奥さんの美香さんも来てたって前に言ってたじゃない。美香さんはいいのに私はダメなの？今回は奥さんたちは誰も来ないから、だからお前が来ても楽しくないと思うぞ。というか来るな、これからも。私は一人でも気にしないけど。いいから、お前は会社のことに首を突っ込むな。首を突っ込むだなんて、そんなつもりは。私は一緒に行きたいと言いましたが、正弘は来るなの一点張り。どんなにお願いしても参加する許可をもらえなかったのですが、なんだか様子がおかしかったので、私はこっそり当日顔を出してみることにしました。正弘の様子も気になりましたし、それに正弘の同僚たちとは何度か顔を合わせたこともあり、同僚の奥さん美香さんとも LINE するほどの仲でしたから、当日行ってみれば受け入れてくれるかもと考えたんです。しかし当日、私が来たことを知った正弘は激怒。その日の夜、家に帰ってきたからひどく怒られてしまいました。あれほど来るなと言っただろう、俺に恥をかかせるつもりかよ。恥って何よ、ほんのちょっと会話を交わしただけじゃない。それに他の同僚の奥さんも来てたじゃないの。誰も来ないって話は嘘だったの？どうして私だけダメなの？俺はお前に来てほしくないんだよ。どうしてよ。それにそんなに怒らなくても。その日以来、正弘は私に会社のイベントのことは一切言わなくなりました。花見から2ヶ月後のある日の休日、正弘が真っ黒に日焼けをして帰ってきたので、私は正弘に尋ねました。どうしたのその顔。日焼けだよ、日焼け。それは見たらわかるけど、どうしてそんなに。海だよ、同僚たちとな、海に行ってきたんだよ。そう、最近は私にそういう報告もしなくなったよね。前はそういうの言ってくれたのに、今じゃ事後報告ばっかり。お前が会社のイベントに勝手に来たからだろ、来るなって言ったのに。それはそうだけど、ちょっと寂しいな。言ったらまた勝手に顔出すだろ、俺それが本当に嫌なんだよ。そんな、そこまで嫌なの？嫌だね。だから俺はこれからもお前に事前に報告することはない。正弘はそう言ってしばらく口も聞いてくれませんでした。それから2週間くらい経ったある日、正弘が仕事から帰ってくるなり、何やら楽しそうにリュックに物を詰めているのを発見。正弘が寝ついた後に、私はこっそりリュックの中を覗いてみると、そこにはバーベキュー用品が入っていました。へえ、今度はバーベキュー行くんだ。私は翌朝、思い切って正弘に聞いてみました。今度はバーベキューがあるの？何突然。だってリュックにバーベキュー用品用意してるじゃない。お前、勝手に荷物見たのか？会社でバーベキューがあるのね。そうだよ。じゃあ私も。お前は行かせない。というか来たら迷惑だから。でも。だから来るなって言ってるのが聞こえないのか？俺の楽しみを邪魔するなよ。お前に来られたら楽しめないんだよ。正弘は怒って会社へと向かってしまいました。一緒に楽しみたいって思ってるだけなのに、また怒らせちゃったな。そうは思ったものの、他の奥さんが参加できるのに私だけ参加できないというのが納得できなくて、美香さんに聞いてみることにしました。ねえ美香さん、バーベキューっていつあるの？バーベキュー？
ほら、今度会社で開催されるっていう。ちょっと待ってね、カレンダー確認してみるから。うん、うちの夫はバーベキューの予定は特にないみたいだけど、そんな話も聞いてないし。え、でもうちの主人楽しそうにバーベキューの用意してたんだけど。ミカさんの旦那さんだけ呼ばれないなんてことはないよね。ちょっと本人に聞いてみるわね。ありがとう。それからしばらくしてミカさんから連絡が入りました。ミカさんの話を聞いて私は驚きました。会社ではバーベキューの予定はなく、しかしマサヒロは確かに近々バーベキューに行く予定があるようで、ミカさんの旦那さんにも楽しそうにその話をしていたそうです。しかしなんとマサヒロは私たち家族とバーベキューに出かけると言っていたようなのです。私はもちろんそんな話は聞いていません。じゃあ誰と一緒に行くの？私はすぐにマサヒロが嘘をついていることを確信し、同時に不倫を疑いました。ってことは不倫相手に夢中になって私のことずっとないがしろにしてたの？もしかして私に秘密にしていた今までの海やその他のイベントも同僚じゃなくて不倫相手と言っていたのでは？まだ証拠はありませんが、私は女の勘でおそらく間違いないと思いました。こうなったら絶対に証拠を見つけて言い逃れできないようにしてやるんだから。話の流れで正弘の不倫疑惑を知ってしまった美香さんにも協力してもらい、正弘のバーベキュー先を旦那さんに聞いてもらうことにしました。正弘が会社のバーベキューだと嘘をついて出かけた当日、私も美香さんと一緒に同じ場所にバーベキューに出かけました。バーベキュー先に着くと案の定正弘は不倫相手らしき見知らぬ若い女性と楽しそうにバーベキューをしていました。鼻の下を伸ばして一生懸命お肉を焼いています。だらしない顔しちゃって。まあ浮気現場を見てしまったら怒りが湧いてくるものかと思っていましたが、意外に冷静な自分に驚きました。そこで私は正弘に見つからないようにしながら、あえて声をかけずに LINE を送ってやりました。バーベキュー楽しそうね、いしし。え、楽しそう？お前なんで？予想外の LINE の内容に正弘は大慌ての様子で辺りをキョロキョロと見回していました。私は美香さんとそんな間抜けな姿を見ながら笑ってしまいました。さらに続けて LINE を送ってやりました。正弘のことだから今頃ルンルンでバーベキュー楽しんでるんだろうなって思って。ああそういうことか。え、なんか変なこと言った？いや、なんでもない。バーベキュー楽しいよ。いいわね、バーベキュー。ほら、お肉焦げちゃうわよ。え、うわ、ってお前、なんで？そんな気がしただけよ。なーに、本当に焦げそうになってるわけ？じゃあ、お隣にいる綺麗な方に手伝ってもらったら？え？冗談よ。あら、本当にいるの？綺麗な方。いるわけないだろ。もう忙しいからスマホの電源切ることにするよ。忙しいの？同僚とのバーベキューなんだから気使うこともないのに。会社の同僚といるのに普通電源切るかしら。なあ、いや、今日は急遽先輩も来るようになっててさ、上司だからお酌とか気使わないといけないし、あとでスマホが鳴ったら失礼だろ。ああそういうことね。私はてっきり私にいろいろ突っ込まれると困るのかと思ったわ。いしし。そんなわけないだろ。とにかく切るぞ。また帰るときに連絡する。嘘ばっかり。私は急いでスマホの電源を切っている正弘の姿を見ながら、なんだか興ざめしてしまいました。もうあんな男どうでもよくなっちゃったんです。でも不倫をした責任はきっちり取ってもらわなければ気が済みません。そこで私はじわじわと夫を追い詰めてやることにしたんです。それから楽しそうにバーベキューを再開した正弘、お酒の勢いで不倫相手にベタベタし始め、いい雰囲気になってきたところで、私は美香さんと一緒に正弘に近づきました。正弘は私たちに気づかずお構いなしにベタベタしています。私はその様子を動画で撮影、そして正弘に声をかけてやりました。すいません、ちょっとお醤油貸してもらえません？あ、はい、どうぞどうぞ。って、え？
マサヒロはその瞬間、酔いが覚めたかのようにハッとして私の顔を見ました。みるみるうちに青くなる顔。不倫相手は何も知らないようで、ただ首をかしげていました。パニコ、それと、ミカさん、どうしてここに。あら偶然、あなた会社のバーベキューってここでやってたの？どうも、うちの主人がお世話になっております。私は不倫相手ににっこり笑顔で言ってやりました。主人？マサヒロさんが？え？どういうこと？どうやら相手はマサヒロが結婚していることも知らなかったようだ。とすればこの女性もいわば被害者です。そこで私は包み隠さず全部話してやりました。すると不倫相手の女性はみるみるうちに真っ赤になって、マサヒロに平手打ちを一発お見舞い、そして大声で罵倒し始めたのです。最低、私のこと騙したのね。独身だって言ってたのに。違うんだ。何が違うのよ。最悪だわ、もう私帰る。知らなかったとはいえ不倫なんて、あんたとは今日限りで終わりだから、さようなら。不倫相手はそう言ってプンプン怒って帰っていきました。がっくりしているマサヒロに、私はさらに話を続けました。会社でバーベキューなんて嘘ついて不倫してたとはね。証拠もバッチリ取らせてもらったわよ。あなたとは離婚だから、あとは弁護士さんを通してね。いしし、待ってくれ、違うんだ。違うって何が？私がこの目であなたの不倫を目撃したんだけど、その何が違うの？その、で、ちょっと離婚は待ってくれて。マサヒロは焦って立ち上がりましたが、お酒のせいでふらつく足元。その拍子にマサヒロは足をくじいてしまいました。痛い痛いと泣きながら私に助けを求めるマサヒロ。愛情が冷めると、なんだかどんくさくてどうしようもないだけの男に見えてきてしまい、助ける気にもなりませんでした。私はそんなマサヒロの前に指輪を外して置いてやりました。そしてミカさんとすぐに後片付けを済ませ、バーベキュー場を後にしました。もちろんマサヒロを置いてです。その後マサヒロから何度も連絡がありましたが、私は全て無視。弁護士を介して離婚も慰謝料請求も全て終わらせてやりました。それからのマサヒロはというと、どうやらミカさんの旦那さんが他の同僚に話したのが噂となったようで、会社で不倫して離婚された男という白い目で見られるようになり、すぐに自主退職。今は清掃員のアルバイトをしながら細々と生活をしているようです。私はというと、協力してくれたミカさんにスイーツパラダイスをおごってあげています。ミカさん、ほんとよく食べるね。このくらい余裕よ。全種類制覇は基本でしょ。パニコさんも食べなきゃ。甘いもの好きでしょ。まあね。うちの旦那がもし不倫してたら、今度はパニコさんが協力してよ。それはもちろん。じゃ、おかわり行ってくるね。いってらっしゃい。よく食べる人だわ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。